はい、皆さん、ことわざのね、風が吹けば桶屋が儲かるということだったらご存知でしょうか。あれ、まあ、どういう意味かっていうと、まあ、こう風が吹く、砂ぼこりが舞い上がる、砂ぼこりが目に入って失明者が降る。で、あの江戸時代の頃っていうのは、あの失明者っていうのは三味線弾きにしかなれなかったんですね。というわけで三味線弾きが増える。三味線の皮を取るため猫がたくさん殺される。猫が減ってネズミが増える。増えたネズミが桶を勝ちてダメにする。桶の収入が入る、桶屋が儲かると、こういうことなんですね。だから、あの物事っていうのは意外なところでつながってるよっていう、そういうことわざなんですよね。ここまでボケ一つもなしてきましたけどもね。じゃあね、皆さん、はい、今日来ていただいてますけども、お笑いライブに来るとどうなるか、これを風が吹けば桶屋が儲かる方式で見ていきたいと思います。はい、お笑いライブに来る、笑う、笑顔は一番の化粧です。はい、綺麗になる。笑うことで腹筋が鍛えられる。手を叩いて笑うことで二の腕の余分なお肉が落ちる。ボディラインが引き締まる。笑いっぱなしで胸がいっぱいになる。バストアップ。自分に自信が出てくる。今なら片思いのたかし君に思いを伝えられるかも。思い切ってデートに誘う。そしてデートと落ち着く、早めにいてたかしを待つ。誰だ。突然後ろから両手で目を覆われる。もしかしてたかし君。あ、すいません、人違いでした。ねえねえ、これから俺と遊ぼうよ。はあ、なんであんたと。いいじゃん、暇でしょ。暇じゃないわよ、待ち合わせしてるの。え、何、彼氏。え、いや、なんで彼氏ないじゃん、どっか行こうよ。彼氏を、たかし君って彼氏を待ってんだから。後ろにはたかしが立っていた。え、彼氏。あ、たかし君、違うの、この人に声かけて、それで彼氏にしてくれるの。え、いや、彼氏にしてほしい。ずっと君が好きだった。はい、もちろん、私もずっとずっと好きでした。まったく世話泣ける二人だぜ。お前誰だよ。これからよろしくな。こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけでお笑いライブ行くと恋が見える。皆さん、次回のライブもぜひお待ちしております。ありがとうございました。